Sherwood Forest. 800 years since the reign of King John, the remains of the palace that bears his name are there for all to see. ウォッチモジョへようこそ。今回は存在が明らかになった神話上の場所トップ10です。Archaeologists still marvel at the prospect. 神話などにゆかりがある場所で今も訪問できるロケーションをご紹介していきます。行ったことのある場所があればコメントで教えてくださいね。第10位、キュクロプス海岸。シチリア島の東部に広がるはキュクロプス海岸。この地にまつわる有名な神話といえば、そう、ホメロスのオデュッセイアです。Story of Odysseus, called the Odyssey, was written by a Greek poet named Homer. 紀元前8世紀頃に書かれたギリシャの象徴的な叙事詩で、ポセイドンと東王佐の息子であるキュクロプスのポリュペモスが登場します。敵対するオデュッセウスたちを洞窟に追いやり、巨岩を投げつけようとするポリュペモス。The sight of him sends Odysseus and his men cowering into a dark corner. その岩石こそがキュクロプス海岸で見られるもので、褐色の先端が地中海から突き出ているのです。第9位、ノックマヒル。正式にはノックメダと呼ばれるアイルランド西部の大きな塚で、ケルト妖精フィンバラの故郷と言われています。フィンバラはケルト神話に登場する妖精シー族の王です。フィンバラは地域に根付く畑の妖精で、彼らが争いに勝つと豊作をもたらしますが、反対に故郷を離れたり争いで忙しくなると畑は不作になってしまいます。一部では彼らを王とする伝承も。ノックマヒルでは大昔から巨大なケルンがあり、その一つは妖精王の墓だと言われています。第8位、高千穂。アマテラスは日本神話における太陽の女神、そしてその孫がアマテラスより大地に遣わされたニニギの御事です。彼には三種の神器が与えられ、日本の皇室確立に貢献しました。ニニギは神武天皇の曽祖父とも言われ、神話によれば神武天皇は初代天皇となっています。ニニギが降り立った町、それは南日本の九州地方にある高千穂で、現在約1万2000の人々が住まう町です。第7位、ザナドゥ。クーブラ・カーンはイギリスのロマン派詩人サミュエルが書いた有名な詩です。アヘンの影響を受けてこの詩を書いたそうですが、予定していた300行のうち完成したのは54行だけでした。この叙事詩にはフビライ・ハーンの歓楽宮であるザナドゥが伝説的な場所として登場しますが、どちらも実在する人物と場所なのです。The new city, which was later immortalized in European literature as Xanadu, aroused concern among Mongol traditionalists. 正式には成都と呼ばれ、元という王朝の行政都市で、13世紀末にフビライ・ハーンが築いた都市です。かつてのマルコ・ポーロがそこを訪れ、2012年には世界遺産に登録されています。第6位、ティンタジェル城。アーサー王は西洋文学で一番人気の英雄。彼の物語は何世紀にもわたって語り継がれています。アーサー王伝説にまつわる実在の場所は多く、あのアヴァロン島はグラストンベリートールだと判明しています。一方、キャメロット王国の実在候補地はたくさんあり、サマセット州のキャドバリー城が有力候補です。今回はコーンウォール北部にあるティンタジェル城について、中世初期から人が住まう地域ですが、モンマス・ジェフリーはブリタニア列王伝でこのお城がアーサー王の起源だと述べています。現在ティンタジェル城とキャドバリー城の間にはアーサーズウェイという道があります。第5位、シャングリラ。その影響力と知名度を考えると、まだ新しい伝説ということに驚かされます。イギリスの作家ジェームズ・ヒルトンによる1933年の小説失われた地平線の中で、人々はチベットの山に不時着し、シャングリラと呼ばれる桃源郷を見つけます。その舞台の候補地は2つあり、1つ目は2001年にシャングリラ市と改名された中国の中殿市、もう1つは中国とパキスタンの間にあるフンザ渓谷。著者も訪れている場所で、小説内の特徴と一致しています。第4位、ネス湖。現在に生きる伝説って面白いですよね。スコットランドの伝説で有名なのはズバリネス湖のネッシー。
Every Nessie sighting gets attention. And people love getting attention. 今では有名なネッシーですが、実は6世紀からある伝説で、アドムナンの聖人伝、コルンバの一生にて、アイルランド人の修道士、コルンバの目の前で、水の獣が人を襲う場面が描かれているのです。ネス湖はスコットランドの北ハイランドに位置し、実際に存在する場所ですが、ネッシーを信じるかどうかはあなた次第です。But the question is, are there any sea monsters now?第3位、シャーウッドの森。イギリスのほぼ真ん中、ノッティンガムシャー州にシャーウッドの森は広がっています。And this was one of the most difficult and dangerous stretches because it was bandit country, Sherwood Forest. 東京ドーム87個分ほどの森で、その自然の美しさとロビンフッドにゆかりがあることから、毎年何十万人もの観光客が訪れています。I want to know how the legend of Robin Hood came about. この森はロビンフッドたちの故郷と昔から言われ、1420年の大聖堂写本の中でロビンフッドはシャーウッドにいたという記述があります。彼はシャーウッドの森に実在する千年樹、メジャーオークに暮らしていたとも言われています。The major oak is said to be between 800 and 1000 years old. 第2位、オリンポス山。ギリシャ一高いオリンポス山は標高約2900メートルでエーゲ海の近くにあります。ギリシャ神話において重要な山で、オリンポス十二神が宿るとされていました。 This sacred mountain is the second tallest in the Balkan Peninsula. 特に有名なのは最も険しい山頂のステファニで、神々の王であり、天と雷の神として君臨したゼウスの玉座としても知られています。1913年、人々は頂上に到着しましたが、そこに神々の姿はありませんでした。次に行く前にチャンネル登録と通知設定をして、最新動画を見逃さないようにしてください。一部または全動画を通知するようにできる設定があります。スマートフォンの方はアカウント設定から通知をオンにしてください。第1位、トロイ。ホメロスで始まり、ホメロスで締めくくります。イリアスはギリシャ人とトロイア人によるギリシャ神話のトロイア戦争を描いています。この戦争の有無についてはまだわかりませんが、トロイの存在自体は明らかになっています。それはヒサルリクという場所で、1871年に考古学者シュリーマンとカルバートによって発掘され、トロイの存在が確認されています。彼らの発見は大きいもので、トロイは大昔の集落の上に築かれていて、地層は9つの時代に分かれていたのです。 As he dug at various times over the next 20 years, he uncovered not one city, but 9 different settlements, each built upon the other. ホメロスのトロイは紀元前1300年から950年頃の7つ目の都市だと言われています。 For Schliemann, the treasure proved beyond a shadow of doubt that the Troy of legend really existed. いかがでしたか？他の動画もチェックして、最新動画を見逃さないようチャンネル登録と通知設定をお願いします。